はい、どうもサックでーす。高橋です。今日はですね、運気を引き寄せるリーダー7つの心得、危機をチャンスに変える力とはという本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、強運のリーダーはチームにも強運を呼び込むということで、シリーズ累計30万部突破ですね。この本ご紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本は運気を味方につけたリーダーになるための本になります。皆さん、運気って聞くと少しちょっとうさんくさいようなイメージないでしょうか。まあありますね。ねえ、なんか運気を上げるとか運気を良くする、ね、この腕上がったら運気上がりますよ。そうなんですよ。そんな感じやん。なんか壺とかね、そんな買わされそうな、壺とか踏まされそう、はい、感じしますよね。まあ巷の書店にも運気の本ってたくさんありますけども、良くて神秘的、悪くてうさんくさい感じしますよね、はい、しかしですね、本書はそんな神秘的かつうさんくさいイメージから一線を画します。これ何を隠そう、著者自身がバリバリの理系で超科学的思考の持ち主なんですよね。そんな人が運気って言ってんだ、はい、そうなんですよ。そんな著者が本書で語る運気はまさに21世紀の新たな運気論と言えると。令和の、はい、令和の運気論、令和の運気論。そうなんですよ。やべえな。まずこの本がやばいのは、運気を神や仏といった神秘的なもので語らず、最先端の量子科学によって語り、運気の科学的仮説を説明してるんですよ。これはやばい、はい、その上でどうすれば運気を高められるのかっていうのを具体的に書いてるんですよ。まあ、つまり、はい、運気をかなり科学的根拠に基づいて紐解いてるってこと。そういうことになりますね。やばいやつだね。やばいやつなんですよ。まあ、この動画を見ている方の中には、運気を引き寄せる方法をすでに学んで、それを実践してきた方もいらっしゃると思うんですよね、はいはい、しかし実践してみてどうでしたか。なかなかうまくいかないなって思ったことないですか。いや、むしろ、はい、うまくいかない方が多いというか、ですよね、うまくいってない。まあ、引き寄せの法則とかあるじゃないですか、有名なやつ。まあ、このね、あのチャンネルでも一回ザ・シークレットやりましたけども、思ったことが、まあ、実現するって言いますけど、なかなかうまくいかないなって思ったことあると思うんですよ。ぶっちゃけ、はい、うまくいったことない。ないですよね。ないぐらいかな。そうなんですよ、うん、なぜそれがうまくいかなかったのか、どうすればうまくいくのか、全部本書に書いてあります。買おう、サクさん。もう買う、ようやくやめて。買おう、今から買いましょう。買っちゃいましょうか。リンク貼っとくんで、僕もポチるしサックもポチるもんね、はい、もう僕はもう何なら読んでますからね、まあ、つまりですね、本書を読めば最先端の運気の引き寄せ方法が分かるってことなんですよね、はい。まあ、こう聞いてももしかしたらこう思う人もいるかもしれません。いやいや、運気って偶然に左右されるものでしょと。違うんですよね。違う、運気は意識的な努力で身につけることができる能力なんですよ。えぐ、実はえぐ。そんな運気の手に入れ方が書かれた本書から、今回はですね、運気を引き寄せるたった一つの方法を紹介させてもらった後に、運気を遠ざける厄介な性質っていう、まあ、そういった面も紹介させてもらって、最後に運気を引き寄せる具体的な技法、こちらもご紹介したいと思います。運気を引き寄せて最高のリーダーになりたいっていう方はね、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで内容入っていきましょう。お願いします。サックとカガシーのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、運気を引き寄せるたった一つの方法、はい、こちらをご紹介したいと思います。まあ、運気を引き寄せる力を身につけるにはどうすればいいのか、実はこの答えは言葉にすれば非常に簡単なんですよね。まあ、なぜならですね、運気について語った書物は、まあ、古今東西無数にあるんですけど、そのどれもが究極ただ一つのことしか言ってないからなんですよ。それが何かっていうと、これです。ポジティブに考える、ポジティブ思考なんですね。そうなんですよ。あらゆる書物がこのことを述べています。ナポレオンヒルの思考は現実化するとか、まあ、ロンダバーンのザ・シークレットなどなど、もうありとあらゆる運気の本がポジティブでいることで人生が好転するよっていうことを書いてるわけなんですよ。まあ、このようにですね、ポジティブに考えることが運気を引き寄せるための最も重要な技法で、そして唯一と言っていい技法であることは、まあ、古今東西誰もが語っていることなんですけ ど, しかしですよ、だがしかし、これ実行するのが非常に難しいんですよね。まあ、こういった本を読んで、ああそうか、ポジティブがいいのかって考えて実践しようとしても、まあ、先ほども言いましたけど、ぶっちゃけうまくいく人少ないんですよ。まあ、我々もね、まあ、ああいう本をご紹介して自分でもやってみようと思いましたけど、まあ、正直うまくいかない。いってない。そうなんです。なぜうまくいかないのか。それはですね、心の厄介な性質が関わってるからなんですよね。早く教えてそこ、はい。ということで、運気を遠ざける厄介な性質。厄介な性質。それが何かということをご紹介したいと思います。
その性質とは心の双極的性質と呼ぶべきものなんですよ。これ何かと言いますと、心の表面ではポジティブな考えを持とうって思っていても、同時に心の無意識下ではネガティブな考えが生まれること、これをね、双極的性質と言うんですよ。これはじゃあ深層心理ではネガティブってことね。そういうことなんですね。これね、誰もが多少経験したことがあると思うんですよね。例えば仕事で上司から今度のプレゼン期待してるよって言われた時、期待されてる、嬉しい、頑張ろうってポジティブに捉える反面、失敗したらどうしよう、期待されてるのにってネガティブな考えも無意識下でね、ちょろっと浮かんだりするはずなんですよね。はい、多少ありますよね。このようにポジティブな考えの反面、ネガティブな考えも無意識に浮かんじゃうのが人間なんですよ。これを心の双極的性質と著者は呼んでいるわけですね。で、この性質のために古今東西の運気の書籍で書かれている心をポジティブにするっていう技法が全く正しいものであるにもかかわらず、それを実行することが極めて難しくなってる理由なんですね。そしてこれもあらゆる書籍が語っていることではあるんですけど、我々の人生を左右するのは我々が無意識で考えていることなんですよね。意識化じゃなくてね。そうなんです、無意識化なんですね。無意識化で考えていることが人生を左右するんですよ。なので心の表面でポジティブに考えなきゃってやっていても、心の双極的性質によって結局無意識化ではネガティブ思考をしてしまってるんで、人生はネガティブな方向へ進んでいっちゃうんですよね。きちきちきちっすよね。いや、じゃあどうすればええねんと。ほんまに、いや本当に無理やんってなりますやん。いや、だってネガティブなところの無意識なところって変えられないじゃないですか。そうなんですよ。どうすればいいんですかと。その解決方法、こっから解説したいと思います。マジ？こっからが本題になります、はい、これから先やばいな。運気を引き寄せる具体的な技法、これをですね3つ紹介したいと思います。先ほどね、あの運気科学的に解明してるって言ってますけど、それは最後の大いなる何かを信じるってところで、運気の科学的仮説をねご紹介したいと思いますので、最後まで見ちゃってください、はいはい、まず運気を引き寄せる具体的な技法1つ目、無邪気な人格を育てる、こちらになります、まあ、先ほどね我々の心にはポジティブとネガティブのどちらも生まれるって言いましたね、はい、しかしですね、そんな心が2つに割れないポジティブ一択な心の状態が1つだけあるんですよ。そんな状態あるって思うかもしれないですけど、実はね、そんな人物と我々は普段から接しております。それが誰かというと子供です。子供、そうなんです。例えば宇宙飛行士を目指している20代の方になれそうって聞いたら、絶対なるって答えつつも、無意識では本当になれるかなって考えてしまうと思うんですよね。しかしですね、将来の夢が宇宙飛行士の子供に本当になれそうって聞いても、なるんだって疑いもしてないと思うんですよ、子供は。この時この子供は、慣れなかったらどうしようなんて、そんなネガティブな思考一つもないですよ。一つもない、ゼロです。確かにこれまさに無邪気ですよね。無邪気ってのは邪気がない、もうネガティブがない状態ですよ。つまりポジティブしかないんですよね、無邪気には。まあ、とはいえですよ、大人になってずっと無邪気でいるってなかなかできないじゃないですか。できない、いやそんなって。なので大事なのはですね、無邪気な人格を使い分けるっていうことだというふうに著者は言うんですよ、はい、人は誰でもいろんな人格持ってますよね。家では父親の顔、会社では課長の顔、自分の実の母親の前では子供の顔、こう各場面に合わせて適切な人格をこう使い分けてると思うんですよ、はいはい、その人格の中にこう無邪気な人格を持ち続けようということをね、著者は言いますよね。これ非常に重要だと。そしてこの無邪気な人格も使えるようになることで、運気を引き寄せる状態は作れるということを言うんですよね。なんで意識的に無邪気な人格も使えるようにしましょうと。あの冒頭でも述べた通り、運気っていうのはこう能力なんで、まあ、多少の努力は必要です。もちろんね、努力は必要なんですけども、努力の方向性としてまず一つ目の無邪気な人格を使えるようになろう、そういう努力をしようということを著者は言っています。これが引き寄せる具体的な技法一つ目ですね、はい、で二つ目、死生観を定める、こちらになります。実は死を見つめることで無意識までポジティブで満たすことができるということを言っています。人間にとって命を取られるわけではないとか、生きてるだけでありがたいっていう覚悟ほどポジティブな考えはないというふうに著者は言います。確かにね、はい、死を乗り越えた人は人生でどんな危機や逆境が来ても、あの時死んでいたかもしれない、それを生かしていただいた、そのことを考えればどんな苦労も大したことないっていう感じで受け止めて考えられるわけですね、まあ、これ以上のポジティブ思考はないということを著者は言うんですよね。もう究極のポジティブだということを言います。この思考はですね、
生きるか死ぬかの体験をした方とか、大病を患ってそこから回復した方など、生死の境から戻ってきた人は非常にイメージしやすいと思うんですよ。しかしですね、そんな経験ない人が生きてるだけでありがたいって考えようと思っても、まあ、なかなか難しいですね。まあ、それが当たり前だからね。正直ね、そんな生死の境を経験したことがない人はじゃあどうすればいいんですかと言いますと、まずですね、まず死を直視しましょう。人はいつか必ず死ぬと、人生は一度しかないんだと、人はいつ死ぬかわからないんだっていうこの事実をまず正面から向き合いましょうと。逃げちゃダメだね。逃げちゃダメなんですね。まず向き合いましょう。まあ、そしてですね、この事実を何度も自分に言い聞かせましょうということを言います。自分は明日死ぬと、だから今日も精一杯生きよう、何度も言い聞かすんですよ。まあ、とはいえどうしてもね、いやいやそんなことないよと、そんな死なねえしって考えちゃうと思うんですけど、それでもね、愚直に繰り返すことで変化は起きるというふうに著者は言っております。死を見つめ覚悟するっていうのは正直一筋縄ではいきません。まあ、それでもですね、今日が人生最後の日かもっていうふうに思い定めて、今日という日を精一杯生きるんですよね。そういうことを実践していくことで深い死生観が身について運気が高まる思考になるということをね、著者は言っております。熱い、はい。まあ、あの7つの習慣とかでもねありますよね、終わりを思い描く。そうです、終わりを思い描く第2の習慣ですね。そうですね、それも、まあ、似たようなことを言ってますよね、はい、終わりを思い描いて、まあ、それに向かって、まあ、生きるということですね、はい。まあ、今日が最後の日かもという感じで生きてみてくださいということを言っております。これが死生観を定めるっていうところになります。では運気を引き寄せる具体的な技法3つ目、大いなる何かを信じる。大いなる何か、こちらになります。まあ、これ何かっていうと、大いなる何か、これすなわちですね、自分の人生は神や仏、そうした大いなる何かによって導かれているっていうふうに信じることですね。なるほど。人生で何か逆境が来た時も、この失敗も敗北も全て大いなる何かが自分を育てようとして与えてくれたものだと、そう信じることができたら、ああこの危機は自分の成長のためのものだというふうに腹が据わるわけですね。そうして全ての事柄が自分のためにあるっていうふうに思えば、超ポジティブになれますよね。なるほど。間違いなく。まあ、とはいえですよ、とはいえこの大いなる何か、もう信じられない人からしたらめちゃくちゃうさんくさいですよね。まあ、確かにね。なんやねんそれと、うん、何か言ってもてるやんってな。なんやねんなんですけど、無条件で信じられる人はそれはもう最高ですよ。それはそれで OK なんですけど、しかしですね、信じられない人からしたら、いやそんなのいないよ、神なんて仏なんていねえよなっちゃうと思うんですよ。そんな方のために、実はこの大いなる何かが最先端の量子科学で解き明かされつつある話をちょっとしたいと思います。はい。そんなのいないよって人もこれ聞くと、え、ちょっとあるかもってなると思うんですよね。はい、はい。ではですね、今解き明かされつつあるこの科学的仮説のことを、これ何というかというと、ゼロポイントフィールド仮説と言います。え？かっこいい名前で言いましたけど、これね結構ややこしいんですけど、めっちゃ簡単に解説すると、この仮説っていうのは、宇宙に普遍的に存在する量子真空の中に、この宇宙のすべての出来事の情報が記録されている場所があるっていう風にする仮説なんですよ。すべての情報がその量子真空にあるんですよ。いやそんなアホなって思うかもしれないですけど、まあ思うな。でも著者ね、著者もバリバリの理系なんですよ。で、一人の原子工学者として、この事実決して荒唐無稽じゃないっていうんですよ。これあり得ると。しかもですね、我々の脳や心で起こっていることもその量子的プロセスであるってする仮説もあるらしいんで、はい、我々の心とか脳がその全ての情報が記録されたゼロポイントフィールドにアクセスできるっていうことも、科学的に見れば決してありえない話じゃないって言うんですよ。まあ、ここにはなんかね、波動とかいうところもかかってるらしいんですけど、この量子真空っていうのが実際にあるっていうのも、もう科学的に明らかになってますし、波動エネルギーが、まあ、全てのエネルギーの根源だみたいなところも、もう科学的に明らかになってるんですよ。はい、それらの仮説からこういったことも、まあ、あり得るんじゃないかということが言えるんですよね。まあ、要するにですね、世の中にある不思議な出来事ありますよね。例えば占いとか予知、あと以心伝心とかシンクロニシティありますよね。そういう神秘的で奇跡的な体験っていうのは、このゼロポイントフィールドに心がアクセスしたことで得られた情報から生まれた体験の可能性があるということを言ってるんですよ。例えば以心伝心とかやったら、もう自分と相手が同時にこれゼロポイントフィールドにアクセスして、なるほど、そっから情報を取ってきたから同じことを同時に考えたということがあり得るということを言うんですよ。こう考えると、ちょっと大いなる何か、ちょっとそこに存在してる気してきますよね。確かにね、あるんじゃねってなってますよ。そしてそれにもしかしたら導かれてるかもっていうことを信じることができれば、
こう超ポジティブになれて運気を引き寄せることができるということを言ってるんですよね。引き寄せよ、はい、ゼロポイントに行こう。ゼロポイント行こう、一旦行こう。でもこのゼロポイントに心がアクセスするって、まあ、なかなか意識的には難しいらしいんですけど、もう無意識の無意識、さらの奥、自我を超越した超我みたいなところに行かないと無理らしいんですけど、行きたいですよね。まあ、なんせこの大いなる何かっていうのはあるかもって思って、それを信じることで超ポジティブになって最終的に運気引き寄せれるんで、まあ、こういったところを信じていただければなというふうに思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。これがですね、運気を引き寄せる法則です。まあ、なんせポジティブになろうっていう話なんですけど、ただなかなか無条件でポジティブになるって難しいんで、まあ、こういった具体的な3つの方法を使っていって皆さんもポジティブになっていただけたらなというふうに思います。はいはい、いかがだったでしょうか。まあ本書ね、非常に面白い本だったんで、まあ、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらからぜひ手に取っていただきたいなと思います。はい、はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録